町のお花屋さんにあるようなお花じゃないですよね。このひまわりもちょっと変わったひまわりですか。これはあのゴッホのひまわりって言いますね。ああ、はい、あの絵に描かれている。そうです。これすごくない、このレイアウト。楽しいですね、やっぱ花屋さんは。わ、いろんな種類。お花の位置だとか、ああ、まあ、お花も傷つかないように。これは僕をイメージしたデニムっぽさと力強さ。うわー、素敵ー。 いやこれはすごいわ。